ああ、第1回プレミアム加工にしたいカード選手権イエーイてて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 今回は、デュエルリンクスに新しいシステムが導入されまして、それがね、EX 玉で、カードをプレミアム加工化するっていうね、機能でございます。で、今回ね、デュエリストの皆さんにアンケートを取りまして、この EX 玉を使って何をプレミアム加工にしたいかと、みんなが思っているのか、これね、集計を取らせていただきました。今回は、その中から、デュエリストが選んだプレミアム加工にしたいカードランキングトップ10を発表していきたいと思います。私もまだ、この段階では結果聞いておりません。皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。発表してくれるのはこの方、今回の企画立案者であり投票フォームを作ってみました。3ヶ月連続クリボーチケットの育成に失敗した男、またの名を育児放棄系デュエリスト東吉原選手です。はい、よろしくお願いします。はい、がっつり本名をさらされていくというね。まあどうせね、どうせね、まあでもコロナの影響でWCSなくなる説があります。もう本当それで中止になったらリュウさん本名さらし損やからね、これも。ただ本名さらしただけっていう、まあ可能性もありますけどね。はい、ランキングの方、はいはいはい、2日ぐらい前からGoogle ホームの方でやらせていただいたんですが、はいはい、今回の EX 宝玉で交換可能な、カードの中からプレミアムに交換したいカードを、うんうん、3枚選んでいただきました。はあ、ははあ、それで1位に選んだカードはかける3ポイント。ああ、なるほど。2位に選んだカードはかける2ポイント、うんうんうん、で3位に選んだカードがかける1ポイントという計算方法で、最後得点を出して、その得点が、高いカードのトップ10を発表していきたいと思います。あー、なるほど、ポイント制ってことやな。リアルに EX 様で交換できるカードだけピックアップしてあると。そうですね、ここだけの話、アックスレイダーの組織票があって。ちなみにアックスレイダーマジでリアルだったら 何位ぐらいなんですか。アックスレイダー組織票入れると割と本当に高くて、うん、結構トップ10入るんじゃないかぐらい。まあ今回はちょっとアックスレイダーはリストにないんでね、はい、一旦抜いていきましょう。トップ10位から、はい、プレミア界の金アイコン、あ、そうだね、発表していきたいと思います、はい、何が来るの。それではまず第10位、得点は130ポイントです。結構高いの。狡猾な落とし穴。ああ、なるほど、これは理解できるわ。でも10位なんだ、はい、俺もっと上かと思ったわ。プレミア界最強の罠カード、まあいろいろ、今回、投票していただくにあたって、コメントなどもね、そのなんでそのカードを選んだのかみたいな理由なども同時に募集してたので、それ何個か読み上げていきたいと思います。なるほど。実は、どのデッキにも入れられる汎用札だから、うん、間違いない、ね。まあ、このカードは普通に現実の方でもめっちゃ使うし、うん、プレミアデュエルの方とかでもね、うん、初手で引ければもうほぼ最強みたいなカードなんで、な、うん、まあ納得って感じ、納得の10位。第9位、9位、はい、はいはい、第9位、得点は141ポイント。141ポイント、フォーチュンレディエバリー。あー、ここでやっぱみんな好きなんやな。ここ、ね、フォーチュンレディエバリー、もうこれ、理由の方、9割方が同じ理由です。はい、強くて可愛い。あー、まあまあまあ分かるけどさ、でもなんかその他のさ、フォーチュンレディモンスターがそんなにプレミアムにできるわけじゃないじゃん。しかもコーリングもねえし、コーリングとかパスティも無理やし、ウィンディぐらいですよね。ウィンディとライティとかぐらいで、どんだけ好きなんみんな。単純に効果がめちゃくちゃ強いっていうのと、もうこのデザインの可愛さっすよね。俺も、投票させていただいたけど、あ、自分でフォーム作ってね、自分で投票したのエバリーに。1位ですか。エバリーに入れた、1位エバリー。あー、1位なんや。自分の魂のカードはこれかなみたいな。あー、なるほどね、日本代表に導いてくれたカードでもあるし、そう、決死を勝たせてくれた。はい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 、これ結構意外だったな。第8位、得点は154ポイント。ほうほうほう、デモンズチェーン。いや、だいぶガチ勢っぽいな。なんか結構投票してくれた人たちみんな結構ガチっぽいね。なるほどって感じよね。なんかプレミアムガチ勢が割と、まあ、ガチで1位ぐらいにしてそうな。そう、理由として、まあ多かった理由は、うん、そもそもこのカードが高級だから、うん、
これをプレミアにしたら、はいはい、他のカードよりプレミア感がある、はいはい、あのマウント取れると。そう、これまあね、元旦から全デュエリストを苦しめた選ばれし者しか手に入れることはできない。下からってくるな。なんかそういうこと言われると下からってくるな、こっちも。で、第7位、第7位、はいはい、第7位、得点は167ポイント、うんうんうん、局所的ハリケーン挨拶的ハリケーン来た。来ました。そう、まさにね、このリュウ実況チャンネルをね見てる人 だなーっていうコメントばっかりで、挨拶だ、コメント、プレミアで挨拶がしたい挨拶はかっこいい方がいいもうこの挨拶ってワードがめちゃくちゃ入ってて、ああなるほどね、ああ本当にもうこれリュウさんの動画ならではやなみたいな。さすがやねって感じだね。まあ挨拶っていうのはね、あの皆さん分かんなかったらあのクソゲークソデッキ対決あのトーナメントを見ていただければ分かると思うんですけどね。プレミアでも挨拶がしたいっていう感じ。そうだね、プレミアムでもおはようございますって言って局所を打ちたいと。みんなさあ、じゃあそういうわけで、じゃあ次第6位、第6位きた。得点が一気に跳ね上がります。あ、そうなんだ。はい、第6位、得点は239ポイント。めちゃくちゃ買ったやん、コズミックサイクロン。あー俺もしたもんだって、これ俺もしたもん、ま、これはね俺もした。理由の方、汎用性が最も高いカード、今後もずっと使われるカードだから。違いねえ、ちげえねえ、それはほんとちげえねえ。やっぱりどうせプレミアにするならよく使うカードをプレミアにしたいなっていう人が、まあ、いっぱいいたのかな。そうだね、しかもこれからもずっと強いしね、スキルがあるからリンクスは。そう、ここからトップ5、まあ、プレミア界の A クラス、第5位、得点は243ポイント。はい、クリボール。クリボール5位。5位、ここで来ちゃった。来たよクリボール。クリボールここで来ちゃう。もうちょっとぶっちゃけ上やと思ってた。でトップ3入るかなと思ってた俺は。5位、俺も思ったよ。5位、でも第5位。5位、理由の方を説明していきます。はい、リンクスの象徴、最もお世話になったカード。あー確かに、プレミアデュエルにおいて圧倒的に強い防御だ。あーそれはそう。リュウさんがいつも楽しそうに叫ぶからは、金玉みたいだからっていう、このようなね最後ちょっと若干おかしいけど、うん、ちょっとデュエルリンクスのマスコット的なねカードになってるっていうのもある、ね、そうだね。いやだ、多分だよ、多分だけど俺もする。まだしないけど俺も多分これにするかなって。あ、やっぱそう、エバリにしたいけど、うん、そう、リュウさんがまずクリボール変えなきゃ誰が変えるっていう、それなんだよ。そうだって俺チャンネルアイコンクリボールにしようかなと思ってるもん、なんならだよね。うん、あとあのコナミに無断で俺自分のサインにクリボールみたいな絵描いてるからだから俺多分クリボールにするわ。そう、これは変えないと、うん、叩かれろ、もうこれ変えない確かにね。次第4位、はい、こっから一気にポイントまた跳ね上がります。はいはいはい、第4位、得点は344ポイント。ついに300きた。エレメンタルヒーロー、エアーマン。いやー、ここでか、ここか。俺1位予想してたんだよそれ、実は。ここで来た、エアーマン。風男、1位にしてたんだ俺予想。はいはいはい、マジか、ここで来るか。意外とでもやっぱり人気は高えな。エアーマン、理由の方説明していきます。は、OCG でもウルトラレアで揃えていたくらいの思い出のカード、うんうんうん、プレミアムにしない理由がない。はい、今後使い道もあるし何よりかっこいい。そう、それ、まあ、もうそこなんすよね。そう、全てはそれ。かっこいいんだよ、圧倒的にかっこいい。かっこいいんだよこのモンスターは。もう分からん、もうここから分からん俺。その上にね3つあるってことで。いや分からん分からん。トップ3発表していきたいと思います。いやー、ついに来るトップ3だ。第3位、得点は360ポイント。あ、でもうん結構高いね。飛翔せよスターダストドラゴン。いやー、そこだ、ロマン、急にロマン。これはね、僕もね自分で集計してて興奮した。ああ、急にロマン来た。このカード第3位かって思って。いやー、やっぱさすがに3位まで来ちゃう。スターダスト、人間捨てたもんじゃないなって。なるほどな。いや、したいよ俺だって、できればしたいよ
かっこいい、まあ、理由の方説明していきます。はあ、召喚工場とともにプレミア加工のスタダを出したい。間違いねえ。ブルーノが希望してる。エクソニューさん、こんな猛者を跳ねのけて抑えてね第3位にね。いやすごいな、これほんとちょっとロマンチストが多いわ。うん、俺もしたいけどさ、それはでも3位には選ばんもんだって。というわけで第2位、ただ2位からが一気にポイントが上がります。ああもう叩き上がる感じ。だ360だっけ、はい、3位が。3位が360。ああ、第2位、得点は452ポイント。めちゃくちゃ上がってんな。100ぐらい違うじゃんもう。サイバードラゴンエチガイバージョン。あーなるほど、あのどう見ても闇属性っていうサイバードラゴンね。お前どう見てもお前その闇属性やろみたいなサイバードラゴンね。サイバーダークやんっていう。あのサイバードラゴン。はい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 。あれ2位か。でした。まあでも理由の方、うん、はい、説明していきます。はい、まずは、はい、エチガイプラスプレミアムのスペシャル感。あーそういうことか。今自分が使ってるデッキがサイバードラゴンだから。はいはいはい。でエチガイのプレミアがかっこいい。まあだからサイバードラゴンに関しては現実で、うん、今サイバー流のデッキを使ってる人がいるプラス、うんうんうん、エチガイっていうのがね、あーで、まあちょっと見た目もねかっこいいしね。そう、見た目はめちゃくちゃかっこいいし、スターダストサイバードラゴン来た。いやだいぶロマンだな。3位からこれ1位なんだ。え、1位なんだ。1位、1位なんだ。わからん、もうダメだ。プレミアムに交換したいランキング1位。ちょっと俺1位当てるわ。あ、うん、1位そうだ、ね、どうもうラスト1位やから、ね、ラスト1位やから、うん、え、これマジで当てに行くわ。うん、マジのやつ。いい、はい、いいよ。強化人類最高。これ1位でしょ、かっこいいもん。おるんやよね。そう、強化人類最高。ちなみにね、はい、本当に投票してる人おった。わろた、誰だよ、誰だよ投票してんの、俺か。そういうわけでね、はい、1位お願いします。運命の、はい、プレミアムに交換したいカードランキング、堂々の第1位。はい、490ポイント。490ポイント、高え。根源竜レビオニア。あーなるほどな、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 なるほどなだわ。これこれでしょう。もう理由の方ね、もう発表していきます。もうほんとなるほどって感じです、はい、いやもうほんとなるほどだわ。純粋にただただかっこいい。確かにかっこいい、このモンスターはかっこいい。イラストも効果もアドしかない。間違いねえ、バクアドだ。最もプレミア加工映えする。あーそうだね、プレミアなんすよ。うん、かっこよさだね。まあ、まあ、本当に多分一番このバックの中ではかっこいいわ、このモンスター。強いし、かっこよさと強さ、うん、で実用性っていう面でも、うん、今の環境でサンダードラゴンとか中心にレビオニアは結構使われてる。そうだね、しかもなんか多分これからも光闇ってまあ無限に強いから、うん、一生強い、ね、これは。だからもう強くて使えてかっこいい、もうこの全部のね要素詰まってるカードが、うん、まあもうそら1位でしょっていうね。はい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 。いやこのトップ10のラインナップ見てなんか感想とかある？いやーなんかね、その最初はめちゃくちゃガチやなって思ってたんだけど、うん、その選び方がね、うんうん、結局なんかトップ3くらい見るとやっぱね、みんなやっぱ遊戯王してんなって、かっこよさ求めてんじゃん。もう結局そこなんよね。そうやっぱね、そのデュエリストにロマンチストが多いことが結構嬉しい。ただね、やっぱね、強化人類最高入ってないのはちょっと悲しいわ。強化人類最高はね、最高入ってるかなとちょっと思ってたんだけど、俺入ってなかったか。そうやね、もうあれはまあ多分リュウさんやと思うんだよな、投票したの。俺も入れてないもんだって。俺ちゃんと選んだもん、俺投票。俺なんかエアーマンクリボールなんかコスサイみたいな感じに選んだ気がするかな。やっぱちょっとかっこよさには勝てないのかなっていう。そうやね。いやなんか嬉しかったわ、でもこのランキング、うん、これも集計しててすごくね興奮した、うん、いやというわけで、皆さんもね、まあどんなことを思ったのかぜひコメント欄かなんかで教えていただければなと、はい、うん、思っております。というわけで本日の動画は以上になります。この動画が良かったなと思っていただけたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。さよなら。